YouTube ニコ生チャンネルをご覧の皆様、生のアイドルが好き MC の乃木坂46田村真由です。はい、八久保美代です。ということで今日も番組が終わったところなので、うん、いっぱいね、また質問来てるから、答えていこう。答えましょう。答えていこう。えっとね、全国ツアーで各地を巡るなど、宿泊や移動の多いお二人、うん、そんなお二人はどのように荷造りをしているのでしょうか、うん、バッキングの工夫やこだわりを押してほしいです。っていううな,なるほどね。ある 私はね、結構普段から大荷物な人だから、バッグ大きいもんね。そう、私持って。えだって脱ぎだに入ってからずっと持ってる紺色のバッグがあるの。もうメンバーはみんな見たことあると思うんだけど。今日もあれだもんね。あれ本当はこうキャリーケースに刺す部分がある。旅行用のやつなのよ。あのあれか取っ手のところに刺すやつ。そうそう。めちゃね普段使いしてるぐらいこう荷物が多い私ですからこの。 宿泊移動は本当に、ね、私の中の課題であって <laughs> 課題なんだ。そう。荷物がだから多いから。そう,そう苦戦するのよ。でしかも私キャリーケースが、うん、なんて言うんだろう一泊二日のは持ってるんだけれど。一泊二日な？なんかインドネーション一泊二日じゃないえ違う？え一泊二日？違いますよね。私の方が合ってますよね。一泊二日？一泊二日じゃない？一泊二日。えそんなに変かな？<laughs> 私一泊二日っていう予一 <laughs> 泊二日一、うん、<laughs> 泊二日のあのやつを思ってるんだけどそれ以上のやつがないから、うん、ここに押し込まなきゃいけない二、ね、<ー>泊三日する時でも一泊二日に <laughs> <laughs> いや一泊二日でも全然いい 1> <laughs> 1泊二日のやつに押し込まないといけないからかなりこう苦労していて、うん、こう T シャツとかもねなんか,かさばる T シャツとかあるんじゃんあ,、ね、あれはもうやめて やつをとか、あと靴下とかなんか私結構使い古したものがあるからそれをツアーに持ってって「あんた捨ててきなさい」ってママに言われるから「その場で?」って言っちゃった「お母さんに言われるから」いけない外では「お母さん」って言うずらしてるから母に言われるのでちょっと捨てて帰ったりとかして結構軽量化を図ってるんですけれどここは。 あのぜひ私はちゃんの意見が聞きたいなと思っっててていいなんかやってるいやる私本当にまあないって言ったらだけど何、うん、だろうでもいつもさ結構身軽でくるタイプじゃない身軽だねなんか心配にならないこれもなきゃこれもなきゃとかって昔そうだった昔私めっちゃこう<あ>大きいバッグにもう絶対使わないだろうっていうもうそう1日出番のなかったものとかいっぱい出てたそうそうそう充電器とかもいろんな種類の充電器入れてわかるわかる,かるとかうん なんかもう絶対使わないリップとかもしでもリップは今でもめっちゃお持ち歩いちゃうの絶対絶対赤とかしか使わないの、うん、いつもなんか赤とかピンクとかねうん、うん、そっち系しか使わないのにもしかしたら気分で <laughs> <俺>変わるかもしれない,い,らかれないとかあとなんかメンバーから貸してって言われることが多かったから昔なんかそれもあってかそのグロスも。 透明のと色がついてるのと、うん、めっちゃたくさん,あるんだあで色もオレンジとピンクと赤ととかいっぱい入れてたからなんか絶対使わないじゃんっていうものがいっぱいだったんだけどだ、うん、えどうしてどうやってこう諦めていくそれを気持ちい分な,いなんか買ったバッグがちっちゃくなっちゃってはっなるほどそう片でこのバッグを使いたいってなるの私はあー、まあなるほどね <laughs> このバッグが使いたいだからもう もう消していくしかないんだよね。確かに。<もう S 2> <laughs> だから今日もなんかそうこういうなんか月型っていうの見。見た<う>なんかねだなんて花というか代、ねはい、みたいなバッグだったんだけど、うん、あれが本当に物が入んなくて入んなそうだった。でも今日メイクをしなきゃいけないからメイクポーチ持っていかなきゃいけない。うん、必要だよね。でも私いつもめっちゃ大きいメイクポーチなの。うん、大きいイメージある。でもそこから今日はあのこう。 ギュッてできる布製の,、うん、あの巾着袋にもう絶対使うってものだけを入れて押し込んできたから、うん、<laughs> だからあれで収まったんだけど <laughs> そうなんだじゃあそ,そうね諦めが必要だったんだだから私キャリーケースの、ねうん、まあ私はなんかもうめっちゃおっきいのと中ぐらいのとめっちゃち,ちっちゃめのってあるんだけど。<laughs> <ん>まあ小さめの時も、うん もうテロンテロンのとでも私絶対にシャンプーリンス、持ってきたい、トリートメントとかは全部、かさばるねじゃあ、化粧水とか、なんかもう美容液とかも全部持ってきたいの、原品で持ってく、の時もある、私全部サンプル、ああサンプルだから楽だね、もういかに軽量化するかだから、だからそれだけでもこのこんぐらいの大きさ、幅取るよね、そうこんぐらいの幅を取るから、<ー>もうそれをメインに。うん もう服とかは諦めるこういうライブの時はズボンは2日しか着ないしどうせリハの時も衣装着てリハーサルとかだからほぼ着ないわけよだからズボンだけ同じので上だけ何着か持ってとかああなるほどねぐらいにしてる分かったそうするじゃあ今年の夏今年の夏あと普通にキャリーケース買うそうだから中ぐらい持ってくといいよ中ぐらいだよねやっぱそうでやっね いろんなとこ行くじゃんお土産買うじゃん買うんだよ入んないんだよそれがさ私もうアンダーライブの北海道の帰りとかさもううなんかえっ大丈夫みたいな袋袋袋袋みたいな感じだから私もそれが嫌でだからあのグアム行った時その写真集のグアム行った時にもうめっちゃ大きいの持ってってでも片方に自分の私物もう片方にあのお土産ああなるほどねじゃあお土産の手と考慮してバッグを持って持っていくこれが一番大事です ステーます。<laughs> 長々と失礼いたしました<え>。<laughs> 旅行情報。もう一個行く？行くい？行ってきますか？じゃあ、あそうもうすぐね全国ツアーですけども、しましまあ、昨年ツア,ツアーで食べて美味しかったものだったり、うん、今年のツアーで楽しみなものは何ですかって色が。私は去年。 あの広島の揚げもみじ饅頭が美味しかった。美味しすぎてみんなで感動してたねあれ。本当に美味しくてクリームチーズかな私が好きだったのは。え私去年食べてないそれ。本当に。じゃ食べるあったらごと。あれが美味しすぎてもうライブの前なのに食べすぎちゃって若干気持ち悪い。本当に食べちゃう。でもライブ終わって帰りに。 あの置いてあったじゃんあの持ち帰るよみたいなそれでも持ち帰ったからじゃすごい美味しいってことだめちゃめちゃ美味しくてね好きだったクリームチーズ味今年は絶対食べる食べてあったなんかえ私はね楽しみなものでもいいよ楽しみなもの美味しかったものでもいいしあの北海道でザンギを食べたの私ザンギっていうものを 去年のその夏まで知らなかったの<お>知ってた有名、うん、有名 <laughs> 北海道といえば、まあ、唐揚げみたいな、ね、そう唐揚げ大好きだから<う>ザンギもすごい美味しくてこれはね今年もあったら絶対食べたいと思っています<お>ぜひじゃあいっぱい食べましょうということで今回も YouTube のコメント欄に生撮ルでやってほしいことや私たちへの質問を書いてくれたら嬉しいですでは皆さんニコ生のタイムシフトで見てくださいねバイバイ。バイババイ